ディスカバリージャパン。まだ見ぬ新しい世界へようこそ。今回のテーマはシリーズ廃村と限界村。かつて栄えた村があった。人々は皆明日を夢見て元気に暮らしていた。村には食料品や雑貨、燃料などを扱う店があった。衣料品はなかなか気に入ったものはなかったが、テレビを扱う電気店もあった。お医者さんは町まで行かないとなかったが、越中富山の薬屋さんが定期的にやってきた。村におもちゃ屋さんはなかったので、子供たちは薬屋さんがお土産に持ってくるおもちゃを楽しみにしていた。村には何もなかったけど、それでも楽しかった。何より隣近所の助け合いがあった。子供たちがそこら中を走り回って、とてもにぎやかだった。父は子供たちに静かにしろと怒鳴っていた。それがやっと静かになったと思ったら、村は限界集落と化していた。村は貧しかったけど、それでもみんな明日を夢見て懸命に生きていた。しかしそれが櫛の刃が欠けるように、一人また一人と村から出ていった。町から人々は去り、高齢者だけが村に残された。しかし村にお店はなく、病院も介護もできない。いつの間にか学校も消えてなくなった。子供たちもいなくなった。校舎だけが取り残され、草木にうずもれていく。もう戻ることのない子供たちを待つ姿が哀れだ。耳を澄ますと子供たちの喧騒が聞こえる。子供たちがいなくなっても始業時間のチャイムが鳴り響く。それでもいつか子供たちが帰ってきてくれることを信じているようだ。チャイムを鳴らしても一人も席についてくれない。今日もまた誰にも顧みられることのない無駄なチャイムが校舎になり響く。体育館では一人ピアノだけが子供たちを待ちわびていた。家だけがポツンと残され、帰るあてのない家族をひたすら待ちわびている。でもいつかは帰ってきてくれることを信じて、風雨に耐えて頑張っている。いつ帰ってきてもいいように耐えているものの、その頑張りには限りがある。いずれは朽ち果て、草木に飲み込まれていく運命か。まさかこんな日がやってくるとは、誰も想像だにできなかった。不自由な生活の中で、それでも懸命に生きていく。
かつては賑やかだった。あの頃を覚えている人も、いずれは誰もいなくなるのだろう。この村で過ごした、かけがえのない日々、友情や絆、思い出など、それらも伝えられることもなく消えていく。うちは祖父の代から、炭焼きの丘だった。集落には、他にも炭焼きで生計を立てている家が、数軒あった。裏山では畑を耕し、野菜を作っていた。野菜は作っても作っても、動物に荒らされた。うちの集落に電気が来たのは、いつだったか。電気が来たおかげで、こんな山奥でも、テレビが見られるようになった。もっとも、映るのは NHK の番組だけだった。新聞のテレビ版にある、他の番組が見たくて、チャンネルを回しても、声さえ聞くことができなかった。父にそのことを聞くと、それは田舎では見られないんだという。しかし友達の家では、他のチャンネルも映るのに、あそこは田舎ではないのだろうか、納得がいかなかった。学校では、今度始まったという、ウルトラ Q の話で、持ちきりだった。見たことも聞いたこともなかったので、その話の輪の中には、入れなかった。見たか、見たかって言ったって、映らないんだもの。しかし映らないとも言えず、適当にごまかしていた。一月もすると、持ちきりだった番組の話は、下火となった。ようやく普段の生活が、戻ってきたと安心したのだが、甘かった。1年後、今度はウルトラマンが始まった。世の中は不公平だ。大人になって、あの頃のことを父に聞くと、教育上良くないから、電気店に頼んで、他のチャンネルは映らないように、細工したんだという。おかげで父の野球中継に付き合わされて、すっかり野球少年となり、高校では野球部に入部した。県大会では、1回戦で敗退したけれど、いい青春時代だったと思う。ウルトラマンを見ていたら、きっとこうはならなかっただろう。あれから二度と、ふるさとを顧みることはしなかった。それは前を向いて、生きていくためには、戻る場所がない方がいいからだ。ふるさとを離れて、今思う、子供の頃の思い出。シリーズ、廃村と限界村、かつて人の営みのあった、集落の今、山梨県特集。2回目、ディスカバリー、ジャパン。本動画は、廃村か限界集落かを突き止めるのではなく、かつて人の営みのあった、古民家を多く残す集落の今をお伝えします。所在地は犯罪を助長するので、控えさせていただきます。誰か住んでいるのか。音のない世界が広がる。なんか昔、家族と一緒に住んでいた、家に似ているような気がする。
まだあのうちはあそこに残っているのだろうか。今地方の村に行っても不気味に静まり返り、何の音もしない。なんか誰かに監視されているような気さえしてくる。この集落の人たち、家の中に隠れてよそ者が来たと伺っているのだろうか。行政の統計では人が住んでいるはずなのだが、誰にも会うことはない。正直言って住んでいるのかどうかわからない。屋内に洗濯物を干している家も空き巣防止かもしれない。日本中どこに行っても似たり寄ったりの光景が広がっている。これからもっともっと加速していくことだろう。稲作を中心に、副業に養蚕も、山間部はこんにゃく芋も栽培して稼いだ。ある者は養蚕に適した家に建て直した。村は大いに栄え、この繁栄は未来永劫に続くと誰もが信じて疑わなかった。しかし食卓の欧米化、米離れが進み、日本人の麻生から洋装へと変化し、絹の消費量は激減した。加えて海外からの低価格の製品が輸入され、養蚕業は衰退した。ふるさとを離れて今思う子供の頃の思い出、なお分と画像は関係ありません。学校まで4キロの道のりを雨風の日、来る日も来る、ひたすら学校へ通った。山道は動物の出没に怯えて駆け足で通り過ぎる日々。いつまでこんなことをやってるのか。
なんでこんなところで。どうして私だけがこんな山の中に生を受けたのか。先祖を恨みました。明け方、吐く息で布団は凍っていた。いつも通り朝6時に起きて、窓の外を見れば、つららが輝いていた。家を出た時は、一面の銀世界だったのに、峠を下ると、麓の集落に雪はなく、暖かな日の光が、私を包んでくれた。集落のバス停のところで、先輩たちと待ち合わせ。先輩たちは、今日はやけに寒いと話していた。私の体は、ほてって汗がにじんでいた。先輩たちの集落までは、街灯がついているのに、私にとって、一番必要な峠に電灯はついてない。その代わり、熊よけの鈴があちこちに立っている。学校で一番欲しいものと聞かれて、街灯と言ったらみんなに笑われた。先生も笑っていた。懐中電灯の電池は切れていて、お父に頼んだけど、町まで行かないと電池は売ってない。今度行ったら買ってくると約束してくれたけど、そもそも町に行くバスが廃止してしまい、懐中電灯が活躍する見込みはない。みんな私の苦労を分かってくれない。クラブ活動で遅くなると家に着く頃はもう真っ暗に。同じスタートラインに立っていても、私にはハンデがある。公平、平等、そんな言葉は、私にはない。しかしその学校も、今は消えてなくなった。私が卒業と同時に、周りの人たちはみんな、卒業まで学校があって、よかったと言うけど、どうせ亡くなるなら、もっと早く亡くなれば、あんなに苦労することもなかったのに。とにかく、早く、ここを出たかった。うちの商売は生炭業、というと聞こえはいいが、要するに炭焼きである。朝から晩まで、父と母は炭焼きに、精を出している。おかげで家の中まで、すすで黒ずんでいるような気がしてくる。とにかく、早く、ここを出たかった。ふるさとを離れて、今思う、子供の頃の思い出。なお分とが象は関係ありません。あの日のことは今でも脳裏に刻まれている。夜中ピピが騒いでいた。ピピというのは飼っていた鶏です。またドラ猫がやってきてピピにいたずらをしている。起きて助けに行かなきゃと思いつつ、寒くて布団から出られなかった。もう今から行っても間に合わない。静かになった。それから寝込んでしまった。朝起きると真っ先に鶏小屋へ駆け込んだ。ピピは血を流して死んでいた。あの時のピピの赤い血の色が今でも忘れられない。父が猫のやつにやられたんだと話していた。鶏小屋は父と一緒にみかん箱を利用して作った。
猫の手が入るとは思わなかったとしきりに詫びていた。違う、私が見殺しにしたんだ。学校から帰るといつものようにニワトリ小屋へ向かった。小屋にピピはいなかった。しかし夕飯のおかずは鶏肉だった。父は弔いだからちゃんと食べろと言ったが喉を通らなかった。雨が降るとそこら中に水たまりができ、春先にはオタマジャクシの住みかとなり、夏場にはボウフラの天国、秋には紅葉を映し、冬になればスケートリンクと化していた。日が落ちれば真っ暗となって、水たまりに靴を濡らして叱られる子供たち、あのデコボコ道路が生まれ変わった。未舗装のデコボコ道路が立派な二車線の舗装道路に整備されました。実はもう何年も前から村に陳情していたのですが、それがやっと実現したのです。もう水たまりに靴を突っ込む恐れもなくなり、沿線住民は誰もが喜ぶはずだったのだが、しかし皮肉にもそれが実現したとき、肝心の住人はいなくなっていました。僻地に見切りをつけ、都市部などに移住する家が続出した結果です。おかげでこの集落には今誰も住んでいない。開通記念のテープカットは寂しかった。せっかくできた道路は何の恩恵もなかった。高校と照らす街灯は一体何のためなのか。こんな立派な道路なんて誰も期待していなかったのに。せめてあと2年早ければなんとかなったもの。そもそもこの集落よりも奥に人家はない。一体何のために整備されたのだろうか。田舎には仕事がないから過疎になると思われがちだが、もちろんそれもあるのだが、行事やお祭り参加への縛り、消防団への参加がほぼ必須なこと。しきたりの厳しさ、ちょっと変わったことをすればすぐ村中の噂になることなど、それらの縛りについていけない人が増えたのが過疎化の大きな原因だろう。昔は農家を辞めると他に働き口は近在になかった。しかし工場が徐々に郊外に進出するようになり、働き手を求めるようになった。こうなると目先の利く者はどんどん村を捨て都会に出ていった。すべてが懐かしい思い出です。今振り返るとあの頃が一番生き生きとしていたようにも感じます。最後までご覧いただきありがとうございます。